リフレインラブ2、13回目泣きルート後編に入ります。前回の旅行は凄まじかったね。すっぽんぽんだったよ泣き、うん、あれなんかでもいきなりデートしてるぞ。季節は変わり秋10月でございます。ソフトクリーム溶けるよって。あ、冬服になったナッキー。だって先輩のプレゼント見てたら。プレゼントあれじゃない、ナッキーって9月が誕生日じゃなかった？誕生日プレゼントなんじゃないの？そんなものでよかった？ずっと欲しかったんだこれ。あ、そうだ、説明書に9月26日生まれって書いてあるから、この前誕生日だったからなんかあげたんじゃない？それに何？先輩がくれたんだもん。もういきなり宝物だよ。ナッキートップギア入ってんな。あ、リフレインラブ、ビーイングやスマイルベーゼユーテモロー後編。いや、このタイトル出るのいいな。なんかすごい、やっぱこの白バックに水色文字のリフレインラブ、いやこれは燃える、うん、ナッキーにも別の意味で燃える。はい、言い方がもう、なんだい、お家まで送って。ちょっと、ね、いいでしょ。ちょっと死語になりつつある言葉だけどあえて言わせて、萌えナッキー萌え。そんなことか、もちろんさ嬉しい、送り狼になっちゃうぞナッキーなんかテンション高いね今回ね。なんかひと夏の経験があったんじゃないのこれ。おやすみ。ピロリンだよね。もう好感度的には完全に出来上がってますからね。おやすみなさいナッキー。いいスタートだな。週末デートのお誘い、秋のデートはどこがいいのかな。ナッキー明日デートしない？早いね、まだちょっとフライング気味でございましたけど。カシキです。あー、カシキさん、あれ、もしもし。もしもし。明日デートしない？明日デートしない？しつこいな。先輩。先輩ってもう言い方がね、本当にね。夜でいい？夜のデートは何が起こるか分かったもんじゃないね、これも。どこがいいですかね。カラオケとカクテルバーが NG だもんで。あ、ボーリング行きますか。もうでも3回目ぐらいかな、ボーリング。行くたびにね、なんか上達していくのが、これがなんか楽しいですよね。なんかイベントが変わるっていうの。あ、えへがもう、えへでさ、毎回最後、えへ代を払わないと。電話代とは別にえへ代が必要ですね、これは。夜7時、桜崎駅。ああ。先輩。先輩、もう10時間近く待ってたよ、駅で。朝からずーっといたからね。でも怖いよね。夜のデートだっつってのに、10時間前行動はきつい。あ、でもピン倒れる音したよ。やった先輩、おストライクだよ。めっちゃ上達してんじゃん、ナッキー。いつもガーターだったのに両手投げ方は上達していく、ナッキー。両手投げか、可愛らしいな。いや、これは素晴らしい。恋の方もストライク決まりましたね。とっても楽しかったよ先輩、はい、また誘ってね。もちろんですよ、いつでも誘っちゃうよ。いつでもお金あげちゃうんだから。先輩もうちょっと一緒にいよう。またこれアフター代払わないと。なんでいつもお金なんだよ。ナッキーとお金の関係になろうとすんじゃねえ。もちろんどこか連れてって先輩。おいおいおい、このデート後のね、この好感度が上がってからの二次会ってのがまた楽しいんですよね。好感度を上げてからさらに楽しみがあるってのはこれ素晴らしいと思います。覚えてる？お、あれ、この流れ女子大生ブルマじゃねえだろうな。ブルマのことは覚えてるし、クマさんもパンティのことも覚えてるよ。先輩、泥棒が、泥棒が。実際にでもね、これは一大イベントだったよね、ナッキーね。大変だったわ。てか怖いわ、あんな。ナオコ、思い出なんだ。まあ、守ってやりましたからね。で、あの時パクったクマさんパンティまだ持ってんだけど、お守り代わりに持ってんだけどさ。遅くなっちゃったね先輩。でもとっても楽しかったよ。おやすみなさい。おやすみなさいナッキー、気をつけて帰るんだよ。お金あげるからね。お金はいいっつんだよ。今週もデートのお誘い。デートしてばっかりだな。
いや、そういうゲームでしょ。それを言ったら元も子もないけど、デートしていかないとさ。ナッキー、明日デートしない？先輩、夜でいい？お、どこでもいいよ。またボーリング行くっていう手もありますよね。どこまで上達していくのかっていう、それをちょっと見てみたいんですよね。ボーリングまた行きましょう。同じとこだよ先輩。言われちゃった。でも先輩と一緒だし。もういい子だなこの子は。もう夜7時桜崎駅。こんばんは先輩。どうもこんばんは。ナッキー、2週連続ボーリングでございます。もうボーリングが好きで好きでしょうがない。楽しいね先輩。楽しい。へい。あ、でももう何もねえかな。上達するとこまでしたのかな。いや、ナッキーをプロボーラーに育てるという別の目的がね、自分の中でちょっと出てきてるんですけども。プロボーラーナッキー。ナオコ、まだ帰りたくないの？今回も来ました、ストライク。ありがとう先輩。もちろんさ。さあ、今日の二次会はどんな感じになるかな。また覚えてるパターンかな。でもたまに違うの。お、来た。たまに違うの。先輩にとっていいね。ナオコって何？ナッキー、下これタイツかな。ナッキーブーツだったんだねこれね。いいね、ナッキーブーツ。ナッキーって何？たった一人のかけがえのない女性さ。とっても可愛い妹みたいなものさ。あ、これは NG でしょ絶対に。妹っていうのは妹に言ってもダメだよね。それをシスプリで学んだ。たった一人のかけがえのない女性さ。ナオコだけ？うん。ちょっと間が空いたんだよ。横島なあれが出てきてんじゃないよ。ナオコ子供だから本気にしちゃうよ。あらあら、何ちょっとこのセリフも。いいなぁ、ナッキー。本当だもん。あ、大好きだもん。これもう割とガチめの本当告白よ。え、あ、終わりか。いや、もう今の流れでね、もう本当に遅くなっちゃったね先輩。シュッできるぐらいの勢いだもんで。でもとっても楽しかったよ。あ、でもこのお互い好き同士だけど付き合ってないっていうこの距離感がまたね、たまらんですよ。ナッキーオールタムデート。いや、週末といえばナッキーとのデート。カシキです。カシキさん、明日デートしない？先輩です。先輩、夜でいい？はい、じゃあもうどこ行きましょうかね。どこでもいいってのは結構困るんだけど。じゃあボーリング。またかよ。どっだけボーリング行くんだよ。先輩と一緒だし。さあ、ナキついに3週連続ボーリングになりました。本当は嫌だろうな、こんなに毎週毎週。もう常連。あれあれ、あんた来てたんだ。マイミ。うん、ナッキーも来てるよ。あ、マイミ。ここで会うとは。いい加減な気持ちじゃないでしょうね。え、ちょっとどういう意味ですかそれは。ナッキーのこと遊びだったら許さないからね。ちょっとついにそんなこと言い出し始めましたよ、マイミ。ん、見損なうな、俺はいつでも本気だ。そんな、もっと気楽に行こうぜ。なんだ、実は嫉妬してるのか。いや、これ本音は一番上だよ、本気だよ。でもちょっとマイミからかってみたいな。実は嫉妬してるのか。えひひ。冗談。あれ、なんだあんたに。あれ、とにかくナッキーにはマジだからね。ああ、友達思いというか、でも俺そのこの二人のコンビも好きだからな。仲良くいてほしいな、ナッキーマイミーには。さっきハートピロロ下がる音したな。あれ、マイミーのハートが下がったのか。とっても楽しかったよ。いや、でもそうだよね、マイミーの言う通り、やっぱ本気でいないとね。また誘ってね、ナッキーに対して。先輩、うわ、もうちょっと一緒にいよ。本気だぜ。もちろんさ。どこか連れてって。おっぱい触っちゃうからね。本気でおっぱい触っちゃうからね。いやー、これはね、いいですよ。ナッキー、あれいないよ。いった。おい。大声出しちゃった。すごい大声出しちゃった今。キッス。キッスですか。
うわーこれはどっち。いやでもしたことないの方がいいよね。実はしたことないんだ。ナオコもだよ。おお、ちょっとちょっとこの空気、おおマジか、ついにガキやっちゃったよ。これはいけ、あーここで選ばせんすか。おでこにケース、ほっぺにケース、もうこれ唇でしょ。だってこうこうしてんだよ。いけ、あはは、本気だぜナッキーと、ついにチューしちゃったよ。先輩、先輩です。先輩、みんなには内緒だよ。うわーもうこれたまんないね、これうわーチューしちゃったよね。いやもうこれ本気だね。遅くなっちゃったね先輩。もう好きすぎて。でもとっても楽しかったよ。好きすぎて食べちゃいたい。おやすみなさい。物理的に食べちゃいたいっていうサイコパスの考えが出てきた。ナッキーを煮込みたいね。煮込みナッキーで新鮮な野菜と一緒にいただきたい。怖えよ。いやでもチューしちゃったね。一線超えたよ。お、ババビルにて。こんにちは先輩。ナッキー発見。ナッキー遭遇率ほんと高いな。おわ食事でもどうだい、チューしちゃおう、チュー、もちろんだよ先輩。イエーこの遭遇率の高さはなんかもう発信機でも仕掛けてんじゃねえの。ほんとあと追ってんじゃねえの。嬉しいな先輩とお食事。マジっすか、こんなのでよかった。とっても素敵。おお、いやこれこの前も言ったけど、やっぱその好き同士だけどまだ付き合ってはないっていうこの距離感がね、ほんとごちそうさまです。いくらでもお金あげちゃう。デートどこがいいかな、もうなんかどこでもいいな。どこ行っても楽しいな。クラブハウスとかどうですかね。てっちゃんのビートでちょっと踊りましょうよ。ナッキー夜7時桜崎駅で。今日はナッキーとクラブハウス。先輩、あまりナッキーとクラブハウスっていうイメージもないけど、でも2回目とかかな。先輩、一緒に踊ろうよ。目がチカチカしますね。ヒューヒュー、ヘイヘイ。いやでもナッキーから誘われたならね。嬉しい、ヘイヘイ、嬉しい。ナッキーご機嫌だね、テンション高いね今日は。とっても楽しかったよ先輩。踊り疲れちゃったな。また誘ってね。いやでもね、毎回やっぱ最近楽しみなのはこの後ですよね。もうちょっと一緒にいよう。いや前回はすごかったよな。もちろんさ、ありがとう。もちろんさ、チューしちゃったさ。やっぱりな、マイミーにもちゃんとこう本気だと顔向けできるようにしていかないと。あ、また覚えてる。またこれか、これ下着泥のパターンだね。どうしたの。なんでもないよ。なに言えや。この煮込んじゃうぞ。泣き煮込み作っちゃうぞ。お、舞鶴駅にて。ナッキー、招待状届いた。招待状、もしかしてあれかな。あ、まだなんだ。文化祭のものですかね。すぐわかるから。おやすみ。おやすみなさい。文化祭でもね行きますよ今回も、もちろん。またこんばんは。もう本当発信機仕掛けられてるわ。ナッキー着替えたのかな。寄り道しないで帰るんだよ。もちろんだよ先輩。かわいい。かわいい。ただいま手紙が来ている。これですよね、ナッキーから桜崎高等学校文化祭。いやでも今回のこの文化祭へのお誘いはちょっとね、いつもより前回よりも意味合いが強いというか。お、電話かかってきた。ナッキーテレフォン。もしもし、直子です。うん、文化祭の招待状ありがとう。届いたんだ。でも前回陽子ちゃんと一緒に行って、絶対来てね。今回どうしようかな。おやすみ。女の子と行かない方がいいんじゃないの。だから
って本命はナッキーなわけだからね。明日は桜滝高校の文化祭、ヒーロー館の誰かを誘っていく。ヒーロー館限定なんだね。いやでもこれはやっぱり女性を誘ってナッキーのところに行くのは危険だよね。刺されちゃうだからこれやっぱ男野郎誘っていくのがいいと思うんだよね。どっちがいいかな。じゃあジン君にしようか。空いてるね。このノリが軽い感じでジン君と一緒に行けばいいんじゃない。なんだ。ジン君、実はこういうのがあるんだけど、よかったら一緒に行かないかい。お前好きだろこういうの。女子校の文化祭か。ああ、マイミーの学校な。うん、部屋綺麗だな。おしゃれだね。なんかね、行こうぜ。お、さすがノリがいいねジン君。11月3日、今日は文化祭。さあさあジンを誘ってなんでジン君を誘っていかなきゃいけないのか分かんないけど。うん、え、寝てんの。おい遅刻かい。警察だ、開けろなんだこのノリは。悪い、寝過ごした、外で待っててくれ。ちょっとジン君、今日大事な日なんだから。遅いな。女子校の文化祭よ。一世一代の大チャンスですよ、ある意味。何してんの、もうドタバタだな。次、ワリワリ、お待たせ。よし、行こうぜ。でもジン君もね、言ってもイケメンですからね。女子校行ったらモテるんじゃないかな。おお、やってるやってる。うん。なんか緊張すんな。女子校だぜ、女子校。確かにな。ちょっと怖いよな。あ、でここであれですよね。あ、泰造と康介。前作からの登場でございます。泰造&康介。いやー、嬉しいね。高いな。てっちゃんは来なかったんだね。うん、別に女性とを見に来たわけじゃないだろう。いやでもある意味それが正解だよ、ね。何しに来たんだよ。本当にジン君は泰造たちと同じだ。はあ。お、なんだこれは。新体操部星の丘。こんなんもやってんだ。植物的だな。これはでも男性客喜ぶというかエロスだな。違う、断じて違うぞ。もっとこうロマンがな、なんとかな。確かにちょっと直接的すぎるねこれはね。さて次はどこに行こうかなって。お、これはマイミーナッキーちゃんのお店に行くべきでしょう。俺もか。俺はいいよ、うん、女子高生の皆さんと友達になってくるから。ジン君行かないの。じゃあ俺行ってくるよ。ああ、これででも一人で行く流れになるのか。3年 B 組行ってみよう。これがねまたいいんだよね、衣装がね。いらっしゃいませ楽園来た。このメイド服姿ですよ。マッセー華やか。これもまたなんか風営法が。なんかね、ナッキーエロいよ、いやらしいよ。アンミラですよねこれね。アンミラ衣装、ちょっともうおっぱいが頑張ってるね。ナッキー、なんで私がそんなことしないといけないのよ。そっか、マイミーお嬢様だから嫌がってんのか、メイド服着るの。マイミー大人気なんだよ。もうちょっと我慢して。人気人気出るよ、みんな男来るよ。ナッキーの頼みだから。多分映ってないけど泰造とか康介もいると思うよ。近くに座ってると思うよ。ありがとう、マイミー。ほんまたまらんわって言ってると思うよ。ご注文は、目の保養になるわ。ご注文はナッキーちゃんでホットコーヒー。はい、ホットコーヒーですね。しばらくお待ちください。あー、ナッキー、ナッキーがぴょんぴょんするんじゃい。一人で来たの。一人じゃないよ、ジン君と一緒。今女子高生ウォッチングしてるよジンは。あー、なるほどね。いやでもここに来るのが一番ウォッチングできるよ。え、ジンを探さないとって、もうほっときゃいいじゃないの。あ、ナッキーどうしたの。あ、この衣装で来た。休憩時間なんだ、お話ししよう。おお、すごい、ナッキーとの特別なイベントだ。二人っきりだね、嬉しいね。ねえねえ先輩、ヒーロー館の映画の人で大
誰が一番素敵？見えちゃうマッキー、もうちょっといい感じの角度でこれまた攻めてくるな。え、ヒーローガンの女の人で誰が一番素敵？え、ちょっと何その質問。これ難しいな。清純な香りのヨーゴさん、元気いっぱいのマリー、艶が出てきたハルカさんいやこれナッキールート抜き、なんで答えればいいのかな。でもナッキーに一番近いのは、雰囲気近いのはヨーゴさんだよね。でヨーゴちゃんで行くか。やっぱりね。あれどういうリアクション、これやっぱり先輩見てるとそんな感じ。え、行動に出てるのかな。やばい、ヨーゴちゃんナッキーに刺される大丈夫かな。あ、チャイムが鳴ってる。これナッキーいいな、似合うな。もう時間だ。せっかく先輩とお話ししてたのに。じゃあね先輩。ナッキー独り占めでしたね。いや最高の文化祭でしたよ。またねナッキー。そろそろ時間、ジン君拾って帰らないと。そろそろ帰るか。ジン君の方はどうだったんでしょうかね。女子高生ウォッチングできたんですか。まあそれはそれだ。ああ、そうほんまあかんかったわ文化祭終わりの桜崎公にナッキー。今片付けしてるんだ。終わったらみんなでパーティーするの。じゃあ俺も行く部外者だよ忙しいから。怖いよ俺行ったら。じゃあね先輩。おー、こういうのも楽しいんだよね。おーマミー、あれもう終わったよ文化祭文化祭終わった後もずっと学校の前にいるっていう怖いやつ。いちいち働いて後片付けまで教授なんだもん。疲れるなあ。もいいじゃないですか、それが楽しいじゃないですか。マイミー、まあね。さてとナッキーの手伝いでもしてこようかな、うん、あ、じゃあ俺も行くだ俺ダメだっつんだよ。おお、桜崎駅にて、ナッキーちゃん。文化祭、お、なんだどうした。文化祭の打ち上げ行くんだ。先輩も一緒に行こうよ。本当にいいの？俺も一緒に行って。だって学校の集まりでしょ。鹿敷さん、行きますよ。あら、先生も一緒じゃないですか。ねえ先生、先輩も一緒にいいでしょ。俺超部外者だぜ。ダメです。一応これは3年 B 組の集まりですから。そうだよね。もうちゃんと先生してる。はるかさん久しぶり見た気がする。いいじゃん、ご飯食べるだけなんだから。マイミーもでもなんかついてきたかったらさ、勝手に隣座れば。お、だったらいいよね。おみつ、なんか嬉しいね。おみつ、それについては先生何も言いません女子校の文化祭の打ち上げに勝手についてきて隣に座る男。おー、ピースナッキー出た。これなかなかないよね、このモーションね。これいいなー、かわいいなー、ナッキーピース。どうしよう。え、これは行くしかないよね。行くよ。やったー先輩行こう。はー、女子校の打ち上げ、くれぐれも自重してねまた言われちゃったすいません先生、本当に今回はるかさんからしたら本当もう厄介勢でしかないな。おお、あっ、大蔵光介、大蔵光介いったよ。あいつは俺と同じことしてる。打ち上げついてきてんじゃねえか、部外者が俺もだよ。いや、にしても盛り上がってるね。あ、ハンバーガーで打ち上げだ。あ、高校生らしいね。いや、でも今の一瞬のサービスカットというか、サービスなのかな。リフラブ一作目の男キャラ出てくんの面白いなぁ。泰造光介、ほんま目の保養やわ。打ち上げ100倍楽しい100倍本当にありがとう。そりゃオーバーだ。本当だよ先輩。おう、ナッキーちょっとこんなとこでイチャついちゃって。先輩が直子だけ見てくれたら嬉しいのにな。あら、ちょっとそんなこと言われると照れちゃうよ。先輩の照れるとこも見たいな。あれ、なにちょっと小悪魔チックになってきたナッキー。あらあら、ナッキーだけを見るよ。もう泰造とかコウスケ、あ、また来る。いるね、完全に花の人の前で見てるね。練習何してんだよ。
本当にいやらしいな。でも全く同じことしてんだよな、これ。俺もな。よく話が続くな。そろそろ退散するかな。俺この辺で。え、先輩もう帰っちゃうの？ナッキーもあれだよ、クラスの子たちと話してきな、うん、お疲れ様。また後でね。すいませんでした先生、緊張します。また後でだって。どうしてどうして。なんでこの鬱陶しいノリは。この二人同棲してるし。言い方、おい、変な風に捉えられるんだろ。同居です、安井さん。まあ、ヒーロー館の仲間ですからね。そうだよマイミン、大違いだよ。ナッキーおこだ。嫉妬するナッキーも可愛いな、うん、職場のノリが毎日や。じゃあはるかさんも疲れるだろうな。いやでもよかったね、やっぱ文化祭はほんまええわ。ほんま目の保養になるわ。ほな今回はこの辺でやで。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。もうとどまることを知らないナッキーのキュートさ、はあ、もうたまらん。ナッキー青天井入りましたね、まだまだ続くナッキー劇場、ほんまたまらんわ。泰造も興奮しております。以上、ビリングスマイルウィズユーところ、次回もヒーロー館で。